なんだろうな。こんばんは。昨日割と平和に終わった気がする、シンパシーで。今日はですね、朝からそう CBC ラジオのね収録があって、こんばんは。そう昨日の夜、そう今日ラジオで朝めっちゃ早かったの。何時に起きた？7時に起きたんですよ。そうなので7時に起きるためには早く寝なきゃと思って、もう連日4時間睡眠とかが続いててもう結構限界が来てたので寝なきゃと思って、昨日はね12時に寝ました。こんばんは。昨日はサリンが一番輝いた。あ、嬉しい、ありがとうございます。そうで今日はね、そうラジオ収録して、で間めちゃ空き時間があって、夜ももちゃんと渋谷クロス FM さんで渋パラに出ました。まさとさんありがとう、ギフトありがとう、ロングカワイありがとう、昨日もパフォーマンス最高だった、ありがとう。そうで今日その空き時間はずっとももちゃんと一緒にご飯食べたり、お洋服見たりなんかしましたね。めちゃくちゃ楽しかった、最高でした。こんばんは。こんばんは。 YouTube 見てありがとうございます。後編の編集頑張りますが、ちょっと忙しいので愛媛から帰ってきてからになりたいと思い、なると思います。渋バラオンタイムで見れる予定やったのに仕事伸びてエンディングしか見れんかった。あー、でもお仕事お疲れ様、ありがとう、最後だけでも見てくれて。そう、ももちゃんと濃い時間過ごしました。今日の洋服おしゃれだった、ありがとう。でなんかちょっと柄っぽいさ、レースのさトップスやったからさ、ガラガラになって変だったなってちょっと思ってる。こんばんは。さあ今日ももちゃんが履いてたスカート色違い持ってる。あと今日ベルトはももちゃんと色違いのお揃いでした。すごくない？マジで好み一緒だった。なんか一緒に洋服屋さん見に行ったんだけど、マジ普段買ってる店が全く一緒で、そうみ合いすぎてびっくりした。こんばんは。そうファンのこといっぱい観覧来てくれて嬉しかったです。初見さん、はじめまして。あ、今日のスカートおしゃれだって。わ、嬉しい。今日のスカートは地元で買いました、長野で。さて昨日の公演分のドボンタイムをしなくては。ドボンタイム今からやりますと今ツイートします。雑談配信だけど手はドボンしたいと思います。雨やばいかなって心配だったけどギリギリ大丈夫だよかったね。なんか土砂降りにならなくてよかったです、本当に。こんばんは。ももちゃんと共通点めっちゃ多かった。どのカップ焼きそばが一番おいしい焼きそばパンかできるかも。ももちゃん審査でやってみるね、今度撮りたい。こんばんは。でも今編集しなきゃいけない動画が多すぎるから、一旦それがはけきったらももちゃんとなんかそれも動画にできたら楽しそうだなって思いました。さあドボン、あゴールデンベッドタイムや、ドボンしよう。こんばんは。でも昨日の公演なんかオープニングいつもより足がもう上がらなかった。ジャンプとか全然飛べなかったんだけど、なんか後半中盤からアンコールにかけては体もなんか起きてきて頑張れたけど、最初の方なんか足が上がらなかった、もう疲労で。そうびっくりしちゃいました。
ドボンはね時間合わせしないです、今イベント中なので。とにかくやりまくります。ももちゃんと食べ物の好み一緒、トマト以外は同じ感じでしたよ。ラインダンス入るのは重力シンパシーと、あとなんかバレエっぽいやつがあるのは三角関係ですね。実物のサリンめっちゃ可愛すぎる。え、嬉しい、ありがとうございます。私写真写り動画写りがバカ悪いんですよね。みんな思ったことありませんか？そういえばいつも自分に対して思ってます。実物の方がマシじゃない？こんばんは。結構足上がってた。あ、でもラインダンスは上がったけど、なんかジャンプとかそういうのが全然元気にできなかった。4だったら元気ないよって言われるくらいのダンスだった昨日のオープニング。反省してます。こんばんは。17期の子たちとはでもちゃんとまともに喋ったのはエリコちゃんだけかな。そう、今日 YouTube 上がったんでみんな見てほしいんですけど、マジ半年ぶりの更新やばくね。半年ぶりの更新、そうなんだけど、17期の子を呼びまして、なんかエリちゃんが、エリちゃんって言うとお代理と混ざるな、まあ、エリコちゃんがポテトサラダが得意ということで料理対決をねしたんですけど、マジで撮影楽しかったです。でも今回はそうだね、 YouTube にスタッフさん絡むのは、本編に絡むのは初じゃない？真白ちゃんの紹介動画とかはスタッフさんに頼まれて撮ったから、まあ、絡んでるっちゃ絡んでるけど、本編まであれしてくれたのは初めてかも。そう、多分さやがあまりにも動画を更新しないから助け舟を出してくれたそう、そう、助けていただいてスタジオ借りてもらったりとかして、メンバーのスケジュール合わせてくれたりとかしてお世話になりました。かわいい、ありがとう。こんばんは。どうも大さん、ありがとう、ありがとうございます。さやりんごスタンプをしてくれてたよね、ありがとう。こんばんは。よいしょ。今日の髪型は自分でやりました。ただのストレートだけどね今日。なんかさ、じゃ巻こうと思ってたの渋パラまでに、だけどなんか時間なかった、ももちゃんと遊んでたらだからまあストレートもいっかと思って、そんな感じです。渋パラお疲れ様でした、ありがとうございます、楽しかったです、最高でしたね。あとはね、今日やばい眠くなってきちゃった、やばい、今配信前にね夜ご飯食べちゃったんですよ。絶対眠くなるって分かってるのにご飯食べちゃった。ワンバンコこんばんは。ロングもショートも可愛い天才、ありがとう、優しいね。なんだ、でも明日もねそれ早起きなんですよ。明日も朝からレッスンで、そう、こんばんは、頑張らなきゃいけない。なんで今日も早く寝るのを目標に。配信が終わったらお風呂に入って寝ます。こんばんは。
こんばんは。あ、間違えた、出すカード。まあ、いっか。大佐ありがとうございました。ありがとうございます。お昼も一緒に食べましたよ、ももちゃんと。マジずっと一緒にいた。だって朝からだったからさ。めっちゃ時間あった。空き時間5時間ぐらいありましたからね。こんばんは。でもとっても楽しかったです。YouTube は何だろう、何の話しようかな。 YouTube はあれ後編マジで編集する時間がないんですよ、6月中は当分。そうだから、愛媛から帰ってきて編集になるのでちょっと待ってください。マジで、マジで時間がない。そう、重たいパソコン愛媛に持ってって編集しないだろうな。私のことだから。愛媛行った時はメンバーと一緒に喋るだろうな、夜部屋でってなるとやらないので持ってくのやめよう。パソコン壊れるし、あんまり持ち歩くと。頑張ります。でも明日坊ちゃん劇場のリハ朝やって、明後日は公演に出てみたいな。でもそのし明後日の次の日にはもう愛媛で公演みたいなね。わお、ボリューミーだぜ。こんばんは。6月末マジで充実しすぎてる、あまりにも充実しすぎてる。楽しい。こんばんは。よいしょ。でも早く料理動画を編集終わらせて、この前新しく撮ったやつをあげたいんですよね。そう、早く編集終わらせたいのだから。愛媛で食べたいもの増えてどうしようか悩む。愛媛ね、美味しいもんありすぎて悩むよね。 iPad でも旅行は重たく感じる。まあ iPad ぐらいだったらね、持ち歩けなくはないけど。そうですね。お疲れ様です。ありがとう。こんばんは。今日はドボンが熱心すぎてなかなかコメントを打てない。ありがとう、やってくれて。ここ1週間いろんなお天気アプリで東温市の天気をチェックしているね。雨の予定ですもんね。でも今週末なんか東京がめちゃくちゃ暑いという噂を私聞きまして、そんな暑い時に愛媛に一旦逃げれるのはもはやいいことなんじゃないかと思ってる。そう、まあ雨で多分ムシムシはするやろうけど。あ、あとあれですね、そうそう、リラクのバーでメンバー考案のノンアルカクテルが出ます。よろしくお願いします。ドボン返し。ごめん、配信が止まりました。ドボン返しできちゃった。最高やん。松山空港では飲んでないけど、別のとこで蛇口のオレンジジュース飲みました。サイリンカクテル作ってくれたら嬉しいんだけど。
ん、サリのカクテルありますよ。ノンアルです。でもノンアルカクテル、サリのロング好き。嬉しい、ありがとうございます。ぜひ飲んでね、みんな。なんだっけ、グレープフルーツジュースとリンゴジュースとみかんジュースとザクロのシロップだったはず、私のカクテル。そう、美味しそうでしょ。なんかグレープフルーツ 100% だといいな。じゃないか、さすがに。リキュールみたいなやつか。リキュール？リキュールはお酒か。なんだっけ、なんかあるじゃん、お酒割る用のグレープフルーツジュースみたいなやつ。何やったっけな。でもさ、炭酸があんま得意じゃなくて、炭酸は入れなかったの。自分が一番飲みたいやつを作ったの。そうで、炭酸が好きじゃないから炭酸入れないで、ジンジャーエールはさ飲めないので、そう、なんか炭酸はあんまり好きじゃないけど飲めはするんですよ、チビチビなら。でもジンジャーエールはもう味が完全にダメで飲めないから、なんかさ、自分のやつ以外誰のも飲めないっていう。そう、もう甘々ジュースにしちゃいました。ベースをグレープフルーツにすればちょっと苦味も出て甘々ジュースにならないかなと思ってやってみました。ものは試しですよね。なんかさ、そのさ、試飲とかができないからさ、もう想像の中で作るしかないのよ。その配合とかもさ分かんないし。そう、困ってました。こんばんは。でもなんかさ、柑橘系にしたかったけ、ん？グレープフルーツとみかん入れたか、柑橘系にしたかったけど、なんかリンゴ感も入れたかったので、なんかザクロのシロップは赤いシロップなんですよ。だから赤が入れたくてザクロにしたけど、全然ザクロの味は全くわからない。そう、ザクロって何？わかる、見た目はわかるけど、どういう味するのか全く知らない。そう、でもまあみんな甘いのが苦手じゃなければ飲んでみてください。よいしょっす。カシオレ甘くて飲みやすいカクテルでしょ。カシオレは好きだよ。あー、眠くなってきちゃった。桜の実は見たことあります。なんか集合体恐怖症の人が、あの、見れない感じの見た目のやつね。あ、桜は酸っぱい系なんだ。じゃあめっちゃ絶対相性いいじゃん。相性良さそう。かわいい、ありがとうございます。ウレピオでーす。デッキを変えたいな。ガチャしようかな。ピックアップ8、8だよね。そうやってめっちゃ回そう。今コインめっちゃ溜まってるから、シェーカーとか振って作ってみて。なんかシェーカー振るのもめっちゃさ、なんか実は難しいみたいな聞いた。そう、ザクロってほとんど実がない。あ、そうなんだ。それ自分の UR が欲しいんだけど。違う、シークレットか。このゲームはシークレットが一番強いのか。こんばんは。欲しいよ。 SR とかなら無限に出るんだけど。シークレット確定10連ガチャ頼む、出てくれ、私頼む。出ない、かわいいなぎちゃん。あと1週間で一押しガチャね、マジで楽しみ。一押しガチャ早くやってほしい。もう月頭にやってほしい。なんなら
それはわがままか。さやのコインが尽きるのが先か、私のシークレットが出るか先か。あ、やばい、間違ってチームメイト2の方回しちゃった。これ絶対私出ない。ちょっと待って、ミスったミスった。まさやのコインが尽きるのが先か、私のシークレットが出るのが先か。戦うぜ。もう R の私のレベルばっかり上がっちゃう。10連1回でサリの浴衣、やば、なんでそんな引きいいの。マジでさ、自分出ないんだよね。自分のアカウント自分の引きめっちゃ悪い。さあ来い、シークレット確定だ。次は来い来い来い。来ない。こんばんは。来ませんね。全然来ませんね。あ、これシークレットないわ。もう UR でもいいから自分出てほしい。頼む。こんばんは、 YouTube 見てありがとうございます。嬉しい。やばい、コインが減ってきてるよ。来い高橋彩香、来い。だー、出ない。こんばんは。マジで出ないな、どうしよう。来い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 。あー、レミちゃんの UR。 あれ、またさや2回してる。もう一番意味ない10連回してる。こんばんは。足が長い方ですか？え？わかんないです。私かな？短くはないと思います。足、どちらかといえば。推しガチャ月末の楽しみ。ね、でもさ、10連を10回しか回せないからさ。出たー！出たー！高橋さやか出ました。ちなみにマリアちゃんのシークレット2回目なのでめちゃレベル上がりました。すごい、出た、嬉しい。いつもターンの時長いなって見てます。嬉しい。足ですか、ありがとうございます。うれぴー、頑張ります、これからもターンを。やば、出た。ちょっと私セットしよう。高橋さやか今のやつが一番。待ってさ、 UR いつの間にか自分の出てるわ、怖っ。特攻期間だからデッキにセットしよう。でめっちゃ育成しよう。シーズンか、これは6月30日まで。これはこれも6月30日まで。特攻のやつ全部セットして育てよう、今更ながら。よし、育てるぜ。ゴールデンベッドタイムやし。ガチャ一押しはなぜか出ない法則あるか、いつも別のメンバー一押しにして引いてる。あるのかな、そういうあれ。10連6買い回したけどサイリン出なかった。いや、そうなんだよね、全然出ないマジで。ターンの時足全見えするか、あ、スカートがふわーってなってね。なるほど、ありがとうございます。自分もマリアちゃんのシークレットが2回出たね。マリアさやのドボンアプリはマリアちゃん推しなのかも。あー、カードの手持ちが10枚になっちゃった。こんばんは、こんばんは。でも今日はじゃあやることがいっぱいあるけど寝なきゃ、早く寝たいのでちょっとぼちぼち30分ぐらいで配信を終わりにします。ごめんなさい、短くって申し訳ない。あ、でも、あ、うん、
どうしようかな。サイちゃんのカード出ないから私のコインが尽きた。悲しい、非常に悲しい。さてドボンタイム、ありがとうございました。ツイートしよう。ぼっちゃん劇場のライブ土日セットリスト全然違う。いや全然違うことはないけど、ちょっと違います、ちょっと違いますって感じ。よいしょーっと、なんか本当はもっといっぱいやりたいんだけど、6月後半忙しすぎて全然できなくて申し訳ない。ということでランキング見ます。13位プニョさん、ありがとうございます。12位 HK さん、ありがとうございます。11位ブロンコさん、ありがとうございます。10位ピアノマンさん、ありがとうございます。9位バサッピさん、ありがとうございます。8位ケンケンさん、ありがとうございます。サナイヤスさん、ありがとうございます。6位カボチャ先生、ありがとうございます。5位トモチさん、ありがとうございます。4位ニールタイスさん、ありがとうございます。3位マンダリンさん、ありがとうございます。2位ラピスさん、ありがとうございます。そして1位はマサトさん、ありがとうございます。イイ、今日もサリンとドボンできなかった。今度ねあれにする、時間合わせの時も作るので、まあちょっと首を長くしてお待ちください。ということで今日も短かったんですけどありがとうございました。明日はわかんない、いつやるか、まあ、夜はやると思います。ではおやすみなさい、バイバーイ。